お前らとはもう3年4年ぐらい会ってるよな。だからし俺に一向に興味を示さない。なんでやねんお前ら。ええ加減なんか興味を持ってくれ俺に。な、いいおじさんだから、ね、優しいから意外とこんなことしてるけどね。今日は何ですかこのメンヘラの集い。お前らこんなよくぞ土平日によくぞ集まったなお前、お前らメンヘラとか言ってるけどしっかりアルバイトとか仕事とかしてちゃんとお金稼いできてるんだろお前ら。じゃないとおかしいねこの状況。みんなちゃんとした顔してるよ、しっかりとした顔してるよ。お前ら最高だぜ、メンヘラっていいジャンルだな。僕は家に帰ったら小学校6年生の息子がいてて驚くことなかれ、こんなことをしてるか。家に帰ったら小学校6年生の息子がいている。そしてその小学校6年生の息子に今日も言われてきたぜ。またお父さん渋谷でこの歴史を刻んでくるのか。その黒歴史の生き証人としてお前らメンヘラですか。なんだよこれそう、俺はすごい闇を抱えているんだよ。もうこんな闇は嫌だ。住宅ローンとかなんか高血圧とかなんかもうそういう闇をいろいろ抱えている。お前らのが持っている闇とは全然違う、本当の大人の闇だ。やばいやばいぜ。あ、そうだ、加藤さん、加藤さん、そうだ、こんなメンヘラの集いということは、そうだ、俺は今病んでいる座長なんだ。おい、俺病んでいる座長。こんなレスポンスあるロックコンサートで病んでいる座長。お前らは病んでる。え、どんなイエーイって病んでる、イエーイって。ああ、いいよ。俺はそう、今日はこの R 指定の主催イベント、メンヘラの集いに呼ばれてやってきた。ここで多分自己最年長のメンヘラおじさんだぜおい。だがそのメンヘラおじさんになってやれることはある。そう、俺は病んでる座長だ。だから今日呼んでくれた R 指定をリスペクトして、俺らたちの病んでる座長を